迷路のような砂塵の遺構を越え、風の巨像を倒した麦わらの一味。新たなるキューブを手に入れた彼らは、再び記憶の世界メモリアを目指す。水の都で意外な人物が彼らを待ち受ける。自称、海上都市、ウォーターセブンの冒険。もう一度、お前と旅ができてよかったよ、メリー。メリーとはここで別れるんだったな。なあルフィ、俺少しメリーと一緒にいていいか。あ、分かった。じゃ先に行ってるぞ。この世界のメモリアキューブはここみたいね。なんで彼は残ったの？そっとしておいてあげて。俺と決闘しろ！俺が俺に勝てるわけねえだろうが！そうだったの。このウォーターセブンも前のアラバスタと同じように現実の世界と全く同じじゃないのよね。見た感じ変わってるところはねえな。俺たちここで何をすればいいんだ？そうだな、アラバスタじゃクロコダイルを倒したから、ここでは CP9 のロブルッチを倒せばいいんじゃねえか。それなら今回はそいつを倒すことで目的を達成できるはずだわ。そうか、それじゃあ鳩のやつを探すぞ。ロブルッチって何者なの？恐ろしく強い敵よ。 CP9 という殺し屋集団のリーダー格なの。そうだな、鳩のやつは強かったな。闇雲に探してもやつがどこにいるかわからねえ。まだアクアラグナは来ていないようね。ってことは鳩の野郎はまだ船大工をしている頃合いだな。じゃあ決まりね、向かうのはガレーラカンパニーよ。
ところで、アクアラグナって？とても大きな高潮のことよ。もしその最中なら、この辺は海の底ね。あ、アクアラグナってすごいのね。ねえ、木のとこに何かあるわ。レンタルブルショップ？この自転車は？ここに奴が向かっておるとの情報は本当だったようじゃな。どうします？面倒な奴が現れたもんじゃない。計画の修正が必要なようじゃ。では、飛翔艇を襲撃する計画は延期に。海軍大将がおるうちは、表立って事件など起こせんわい。カティ・フラムの持つ設計図を優先した方が良さそうじゃな。まずはみんなに報告せい。はっ。上に着いたぞ。ガレーラカンパニーはあそこか。道を回るしかないみたいね。行きましょう。さあ、ガレーラカンパニーの一番ドックに向かうわよ。大きな家がたくさん。みんな綺麗ね。気に入った？すごい。あれは、あ、それって何？いろいろ気になるみたいね。こんなものが置いてあるけど、ここは何のお店なの？わあ、大きな広場ね。リムちゃん、店もいくつかあるけど、見ていくか？行くぞ。あなたたちが見たいなら、付き合ってあげてもいいわよ。ここは危ないお店ね。
本だらけ。服がこんなに、一体何着あるの？テーブルと椅子がたくさん並んでる。興味があるなら寄ってくか。ええ、あなたたちが行きたいなら私も付き合ってあげるわ。こっちにもテーブルがあるのね。ようやく着いたわね。あれ、現実世界の一番ドックと壁とか全然違うような。そうか、こんなもんじゃねえか。着いたわ、ガレーラカンパニーよ。ここは何？造船所だ。ここで船を作ってる。ここで船を作るの？アディオの家より大きな船ができそうね。さあ、ロブルッチを探しましょう。忙しそう。リム、邪魔になるといけないから勝手に動き回っちゃダメだろ。そうね、気をつけるわ。ねえ、勝手にこんな上まで上がってきてよかったの？行くぞ。平気平気。鳩のやつはどこだ？教えてくれ！誰がばあさんじゃ？ばあさんじゃった。あたしゃ忙しいんだ。後にしておくれ。そこをなんとか。なんと言われても今は無理だよ。ほんと、あの二人はどこでサボってるんかね。ちょっとあんたたちやめときな。忙しい時は何を言っても聞きゃしないよ。ね、発馬。誰が発馬じゃ。わ、わちじゃった。ああ、今は忙しい。忙しすぎるんじゃ。私、おばあさんに聞きたいことがあるんだけど、相手にしてもらえないのよ。どうしたらいい？そうは言われてもどうにもできないよ。せめてユカとニーナが来るまで待ちな。誰なの？そのユカとニーナって。ああ、この食堂の看板娘だよ。あの子たちが来れば、ハツさんも少しは手が空くだろうさ。それにしても遅いね。もうとっくに来てもいい時間なんだけどね。何かあったのかね。そうか、そいつは心配だな。どこかでレディーが困ってるなら、エスコートするのがこのプリンスの務め。任せろ、二人は俺が連れてくる。おい待て、どこに行く気だグルマイプリンス。闇雲に探しても迷うだけだ。てめえにだけは言われたくねえな、クソ剣士。ちょっと、あんたたちいい加減にしなさい。はあ、
面倒だけど、さっさと片付けるのが良さそうね。おや、あんたたちが探してきてくれるのかい。見かけによらずいい子たちだね。助かるよ。妹のゆかはメガネでショートヘア。人の少ない資材置き場あたりにいることが多いね。姉のニーナは赤髪のクセっ気。船が好きだから製造中の船でも見てると思うよ。ほらほら、これ以上忙しくなる前によろしく頼んだよ。行くぞ。この場所は何？見たとこ、資材置き場だな。さっきの機械、勝手に動かしてよかったの？Thank you.
そういや、ナミさん、市長邸はどこにあるんだ？どこって、市長邸なら一番ドックの奥に。あれ？そう言われてみると、さっき中を見て回ったけど、どこにもなかったわよね。きっとこの世界の市長邸は別の場所にあるんだ。外に出て聞き込みをする必要がありそうね。適当に歩いてりゃ見つかるんじゃねえか。あんたね、はあ、なんとなく誰のせいで場所が変わったのか分かったような気がするわ。とにかくおっさんの家を探せばいいんだろ。そうね、探すしかないわね。よし、行くぞお前ら。もう行っちゃうのね。船が完成するところ見たかったな。ねえ、アイスバーグはどんな人なの？ガレーラカンパニーの社長でありながら、ウォーターセブンの市長もやってる人よ。この綺麗で大きな町のすごい人ってのは分かったわ。おい、あいつはまさか。わっ、こいつ青生地じゃねえか。あらら、ここに現れたか。ロングリングロングランドで会えると思ってたんだがね、予想は外れちまったみてえだな。俺はいい女になったな、ニコ・ロビン。ちょっと待ちなさい、閣下しなさんな。俺がここに来たのは、ニコ・ロビンと麦わらのルフィ、お前を一目見るためだ。ねえ、やっぱりお前ら今死んどくか。何？ロビンちゃん！うわー！大変だ！すぐに回答しないと！まあ、成り行きってやつか。お前たちの冒険はここまでだ。ルフィ、戦うぞ！政府はまだまだお前たちを軽視しているが、これだけクセ者が顔を揃えてくると、後々面倒になるだろう。これまでにお前たちがやってきた所業の数々、その成長の速度、長く無法者を相手にしてきたが末恐ろしく思う。そして政府に及ぼす危険度が最も高いのはニコ・ロビンだ。もうこれ以上は見逃せねえ。ふざけんな、ロビンは絶対に渡さねえ。じゃあ俺を止めてみな。まあ無理だと思うがな。俺が。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットバザーカー。ここは任せてもらおうか。今行く。ディアブルジャンブフランバージュシャット。よし、行くか。
ウルトラゼリア。あらら、やるね。俺の能力をよく知ってるじゃない。もう覚えた。こっちは何度も食らってんだ。初対面の相手に何言ってんの。それとも夢の中なんかで先に会っちゃってたわけ。みんな、ロビンとナミを連れて行け。早く。こいつ、あの時より強え。わかった。ナミさんとロビンちゃんを避難させたらすぐに戻る。おう。逃がさねえよ。待て、俺の仲間には手を出すな。この勝負、俺とお前でケリをつけよう。構わねえが、面倒なんで殺していくぞ。やれやれ、しんどいな。ここまで手こずるとは思わなかったぜ、麦わらのルフィ。一騎打ちを受けちまったからには、この勝負俺の勝ちで、それまで。そういうことか。これ以上他の奴らに手を出せば、野暮は俺だわな。なあ、船長。うん、脈拍は正常だな。とりあえずロビンは大丈夫だ。ロビンちゃん、よかった。ナミさんも無事だ。でもロビンの体は冷え切ってる。早くメリーに戻って温めないと。よし、そっちは頼むぞ、チョッパー。俺たちはルフィを助けに戻る。分かった、こっちは任せてくれ。ルフィはここだ。全身が完全に凍っちまってる。まずいな、早く溶かさねえと。急いでメリー号に運ぶぞ。